クロード・クリケリオンは、ベルギーへの欧州のルシーヌ出身の、元自転車競技選手。1979年に、プロ転校。ツールド・フランスでは、総合成績で5回ベスト10入りを果たしているが、相対的に見ると、ワンデイレースにおいて、実績を上げている。ツールにおいて、1979年、1981年に、いずれも総合9位に食い込んだことで、 クリケリオンという名が知られるようになるが、1984年バルセロナで開催された世界自転車選手権、個人ロードレースを制したことでトップ選手としての地位を確立。同年はツールでも総合9位に入った。さらに同年のベルギースポーツマン・オブ・ザ・イヤーも受賞している。翌1985年に日立に移籍。以後エースとして君臨した。 1989年まで日立に在籍し、1985年、1989年にはフレッシュワロング、1987年にはロンドファン・フランデレンを制した。また1986年のツールでは総合5位。ちなみに1988年、1989年の2年間、市川正俊も日立に在籍していた。このか。 1983年に、クラシカ・サンセバスティアン。1990年は、ツール総合9位、ベルギー国内選手権制覇の実績を残す。1991年に引退した。引退後は、プレディクトール・ロットの監督を歴任。2015年2月16日夜以降、脳梗塞により、既得状態に陥り、同年2月18日朝死去した。ありがとうございます。